誰も見たことのないベビーメタルをジャパンカウントダウン独占公開。どんどんヘビーに黒くなっていく身体性がすごい。トピックス後半は地上波初公開、ベビーメタルのライブ映像をお届け。ベビーメタルは先月ユイメタルが脱退、スーメタルとモアメタルの2人を中心とした新体制で臨んだワールドツアー日本公演。埼玉スーパーアリーナで行われた追加公演は海外からゲストを迎えフェス形式で行われました。ワールドツアーのテーマはザ・チョーズン7。スーメタルとモアメタルの2人を中心に総勢7人でパフォーマンス。新体制となっても変わらない勢いをステージで披露しました。来月にはシンガポールとオーストラリアで公演を行うベビーメタル。ワールドワイドな活動は今後も広がっていきそうです。